にちは。はじめまして。私はハンと申します。これはラッシャンです。これはルッサンです。クラスは GP63 です。どうぞよろしくお願いします。おりは日本文化の基本西洋文化において、挨拶の時、人々がしばしば握手をしますね。でも、日本では失礼です。日本人はお辞儀をします。お辞儀は挨拶や感謝形などを表すために、相手に向かって腰を折り曲げる動作です。社会的な地位や関係によって違いますが、船の原則は社会的な地位が低い人から地位が高い人に向かって挨拶するということです。2-3 のお辞儀。日本人のお辞儀は簡単そうですが、規則があります。お辞儀をするときは、常に上向き姿勢で背中をしっかりとまっすぐにとまっすぐことが必要です。上体は優しく前方を向け、下半身は後ろに曲がざる、に直線になっていることです。女の人は右手を左手でかばして目で置き、男の人は両脇に手をまっすぐ伸ばして、そこは精霊を増します。お辞儀は挨拶だけでなく、感染者座禅のためにも使われます。一作軽いお辞儀。年齢、同じ社会的な位置の人に挨拶するお辞儀です。会社では誰かに、た時も一作をします。体を15度傾けます。これは一番簡単で、よく使われるものです。ケレプチのお辞儀。ケレは上司、お客様、お年寄りなどに感謝の気持ちを伝えるお辞儀です。2-3 秒で体を30度傾けます。これは最も一般的なものです。作礼は最も丁寧のお辞儀。作礼は深い感謝の気持ちを伝えるときや謝るときのお辞儀です。体を傾ける程度は尊敬の程度を表します。では、作礼は何度傾けるか知っていますか？そうですね。3秒ぐらい、4、5度曲げます。日本人は普通挨拶してからお辞儀をします。お辞儀は日本文化の大切なことですから、皆さん、この3つの種類をよく覚えてください。ありがとうございます。私たちに問いを聞いてください。